合わず正造は日本の柔道家。戦前から戦後にかけての現役選手時代は明治、神宮競技大会や全日本選手権大会等で活躍。1950年代以降はフランスにおいて半世紀以上にわたり柔道を指導し、その礎を築いた。その功績から1999年にはフランス政府よりレジオンドヌール勲章を受章し、 フランス柔道育ての父として知られている。現在の京都府京都市山市区安守東海道町に生まれる。5歳で柔道を始め、小学生の頃から全国有数の競合校である、私立第一商業学校に出入りして、稽古に汗を流し、そのまま同校へ進学。私立第一商業学校時代には1年生の頃から、活躍しその黄金期の立役者となったほか、 平野時代や大舘サブローラと共に、京都府代表として出場した1939年と1949年の、明治神宮競技大会柔道競技では、連覇を果たしている。太平洋戦争による1年半の徴兵生活を、経て、復員後は、京都官医保健局に勤める傍ら立命館、大学や感学部に入学し、念願だった勉学に勤しんだ。一方で、 再び指導を志し、京都府代表として出場した1948年の第1回全日本選手権大会では2回戦を勝ち抜いて3回戦で、伊藤徳次六段に屈するもベスト8に残る活躍を見せ、雪辱を誓う翌49年の第2回大会では、初戦で山口俊夫六段に敗れたものの、京都の合わずとしてその名を全国に知らしめた。また、 この頃には、フランス柔道海の親と知られる、河合三木之助と偶然知り合い、その後、栗原民夫の地遇を得て、フランスに渡り返しの助手として、柔道の普及、振興に尽力することとなった。1950年に神戸港を出港し、約1月の航海を経て、マルセイユに到着、河合三木之助や、当時のフランス柔道連盟会長である。 ボールボネモリラの歓迎を受けた。到着2日後には、早速12人がかりの荒行を行うなどして、フランス人柔道家たちを共担せしめ、河合市の経営する柔道場やスポーツクラブの名門、ラシンクラブドフランスにて指導を行った。フォントネオローズに今日構え、ナショナルチームのコーチにも就任して、アンリ・クルティーヌやウェルナール・パリゼ等を欧州王者に育て上げたほか、 1964年の東京五輪ではフランスチームのコーチとしてこれに参加している。一方で1951年に国際柔道連盟が設立されたのを機に日本人柔道家たちがフランスを訪れる機会が増えてくると合わずは妻と共にこの受け皿として手腕を発揮した。すなわち空港への送迎はもちろんのこと。 宿舎の手配や道場への移動、食事の提供、試合会場へのおにぎり差し入れ等、その献身的な面倒見の良さには、埋挙に暇がなかったという。1967年のミュンヘン五輪では、フランス代表のジャン・ジャック・ムニエル、ジャン・ポール・コシュ、ジャン・クロード・ブロンダニの3人が、銅メダルを獲得し、後に世界有数の柔道強豪国に数えられることとなる。 フランスの躍進を印象づける大会となった。また、天理大学の参与も務めており、自身も寝技に長じていた関係で、細川真嗣には寝技をやれば世界を取れると進言しており、細川自身も1984年のロサンゼルス五輪の決勝戦で、相手選手を横四方肩で抑えている間、合わずの微笑んでいる顔が脳裏を横切ったと語っている。 これらの功績から1976年1月に八段位を2002年4月に九段位を排除。九段への昇段に試合し合わずは柔道界やそれまで携わった人々への謝意を述べつつ柔道は東洋より世界を照らすと記している。合わずはその後もフランス柔道連盟の技術顧問としてフランス柔道育ての父と称されるほどその発展に尽力。 貢献し、周囲からは敬意を込めて、メートルアワズと呼ばれた。当初1年間の柔道指導という約束で突伏した、アワズはいつしか60年以上の歳月をフランスで過ごしていた。このように、日本とフランスとの架け橋として活躍した実績が認められ1993年に日本国政府より、君後等総合局実章を1999年にフランス政府より、 同国最高の栄誉であるレジオンドヌール勲章をそれぞれ受賞している。生涯現役を貫き90歳を超えて、なおフランス柔道界の重鎮として活躍したあわずだったが2016年3月に老衰のためパリにある自宅で死去。3月25日にパリ南部のクラマール火葬場で取り行われた葬儀には元世界王者で フランス柔道連盟会長のジャンリュック・ルージェや同じく、元世界王者で、国会議員を務めるダビド・デュイエラ関係者、約300名が駆けつけ、会わずの功績に思いを寄せるとともに、その死を言ったんだ。パリにある、フランス柔道連盟の道場は存命中より、ドジョ・ショーズ・わずと名付けられており、多くの行進が会わずなき今もここで稽古に励んでいる。ありがとうございます。